奴が作っているのは麻婆豆腐だ。クガテルノリに真正面から麻婆豆腐でぶつかってきただと。サバくん、はい。あ、麻婆豆腐に麺を。麻婆麺か。少しは工夫してきたらしいが、目新しい料理というわけではない。その程度のインパクトで中華圏に張り合おうなど肩払いたよ。なんだあの巨大な肉玉は。それに言ったでしょ、料理で勝つってね。戻るぞ。肉玉など珍しくもない。あんなもの苔落としに他ならんわ。まったくだ。あの肉玉。さあ富田さん、いただきます。あれ、相馬ちゃん、これは。まあまあ、まずはその肉玉を崩さずに食べてみてよ。うん。雪平の味、昔から食べてた麻婆豆腐だ。毎日でも食べたいくらいの安定感のあるうまさ。この麺との相性もバッチリ。さすが相馬ちゃんだよ。でも、お待たせしました、久我飯店金星本格麻婆豆腐ですよ。辛い、辛い、やめられない。これじゃとても叶わない。料理も圧倒的、完全無欠の相手じゃないか。本当にそうかな。え、お客全員を 100% 満足させるのはその道何十年のプロにだって大変なのにさ。さて富田さん、その肉玉を麻婆豆腐にズブッと浸し割ってくれ。え、ああ、肉玉をズブッと。月が出た。そしてこの香り、間違えようがない。カレー、誰もが頬を緩ます香ばしいカレーの香りだ。なんだあの料理。麻婆豆腐にカレー、そんなの食べたことねえぞ。だんだん月が溶けて麻婆豆腐と絡み合っていく。お、いい頃合いだね。今が最高の食べ頃だぜ。お上がりよ。なんだこのうまさは。香辛料、スパイス、刺激的なのに優しくまろやか。じっくりと包み込むように骨身に染み渡る。これが相馬ちゃんが作り上げた新しい中華なのか。牛骨から取ったスープに選び抜かれたカレースパイス数種とニンニク生姜を加えた特製のカレーだし、それがそのお月様の正体だ。そのカレーだしにゼラチンを合わせ固め、封条瓶用の肉種で包み焼いたんだ。やがて崩れたらカレーの旨味が麻婆にじんわり広がる。これが雪平回第2弾、次元式麻婆カレー麺だ。なんかすごそうだぞ。おい、このカレー我慢できねえ。なあ、半分以上奪われた。落ち着け、あのちっぽけな屋台でそんな仕事量を回せるわけないっしょ。すぐにパンクするに決まってるっつの。いらっしゃい。どうぞお召し上がりください。あの肉玉、調理法や食材はかなりアレンジされてるけど、台湾と中国の一部で食されるある鍋料理によく似てる。その名もシーズート。隆々とした巨大な肉団子を獅子の頭になぞらえた品。ひ弱な猫だったはずが初日の大敗からたった二晩で獰猛な獅子に化けやがった。けどこれで勝ったなんて思わないでよね、雪平ちゃん。こっちは大勢、そっちは二人、どう考えても勝てるわけないっしょ。